私に何してほしい？あまあまトークゲーム。もうタイトル似たり寄ったりすぎない？私ですね、二度似たようなゲームをやってるんですよ、過去に。でね、もう、本当にね、もう俺がたらたら興奮してるだけの動画なんですよ。もうね、本当に、もう言われてます。お前がたらたら興奮してる動画じゃねえかって。そうなのよ。多分今回もそうなります。じゃあ行きます。一応ね、このタイトル画面にいるこれドイツ人物なんだよね。この子のやつはやってるから、多分似たようなやつは出てくるかもしれないんだけど、一応新作らしいんで、じゃあ行きますね。スタート。あ、もう見たことない。ただやっぱり仕様は同じだな。これちなみにね、過去にやったやつ、もうバグひどくて、そう、もうクリアできないやつが結構あって、で、修正してもらったんだよね。わざわざ連絡して。で、修正しました、つって帰ってきて、もう一回やったら、またバグが起きるっていう。もう意味わかんないよね。じゃあ行きます。歯医者さんかな？痛くないですか？痛い、死ぬ、どっちだ？普通に痛いなのかな？あ、普通に痛いから、あ、この子も知ってる。この子アイドルだよね。この子もバチクソにエロかったな。ごめんなさいね。もう、ずっとこんなテンションです。行きましょう。これでどうですか？これね、まだ普通じゃん。もうこの世界ちょろいんだよね、とにかく。めちゃめちゃちょろいの。急に服脱ぎ出すから。これでどうですか？はい。我慢できそうです？いや、歯の痛みってさ、ほんと我慢できないよね。もうさ、仕事してるときさ、歯痛すぎて、でも、歯医者行く時間ないからってさ、そのまま仕事行ったんだけど、もうね、ガム突っ込んでたよね。キシリトールガム。もう痛い部分に思いっきりさ、もうどうでもいいか。我慢できそうです？ん？柔らかいってなんだ。ん？かい違う。なんだこれ。難しいかも。わからない。わからないか。わから、は？わからい。わからいか。ちょっと待って。一旦冷静になれ。かいじゃねえよな。それ、ちんちんかいかいだな。何言ってんだ。ちょっと待って、柔らかか。なわけないよな。あ、知らない子たちいるわ、やっぱり。ちょっと待って。わかんないんだけど。ヒント見ます？柔らかい！なんじゃ柔らかいって。はぁ？ちょっと待って。意味がわかんないんだけど。いや、来たわ。もう意味がわからん。もう本当にね、絵かわいいから、だからもうなんかもう、とりあえずなんか、もう興奮しよう。みんなで。俺も、ほんとついていけねえけど。早速一問目からついていけねえけど。待って、我慢できますか？で、柔らかいでもっと見たい。意味がわかんない。もっと見たいですか？顔じゃない？これは。顔じゃねえの？まだ顔求めないの？出た、エヴァーテル。どうした？今度。これ、前見たやつ同じパターンか？うん、やめろ。際どいな、キャラが全員。なんだこれ？ちょっともう本当にエヴァーテルってさ、一生行かれてるよね、広告。何年やってんの、その広告。ちょっと待ってよ。目、あ、口か。あ、口か、同じやろ。同じやん。いや、可愛いな。本当はダメですけどね。いや、顔、いや、口を取ってから言うん、それ。こっちの方ダメやろ。ねえ、ちょっと、よくないやつは、ちゃんとごめんなさい、モザイクしてる、しょぼしょぼ先生。はい、ごめんなさい。痛みはどうですか？痛くない。ん？痛くないじゃない？普通に。これはこれでいいんじゃないの？あ、さすがにこれは OK だよね。ちょっと待って。これ系の広告ね、ほんと暇なやつ多いから。で、うん。痛みと。いや、もうさ、服着ろ！普通に。普通に着ろ。ちょっとなんかアブノーマルすぎる。いや、全部アブノーマルか。やっと寝てくれます。ああ！なんて言えばいいんだろう。幼稚園の先生みたいな。ねえ、やっと寝てくれました。俺も寝るやろ。なんだこの並び。どうぞいいんだ。俺もってこと？俺、気持ち悪いな、おい。主人公。いいですよ。いや、でもなんか、こういうのスケベーだよな。いいですよ。寝れないですか？ちょっと待って、ちょっと待って。これ、どういう時のやつなの？これ。これ、幼稚園、保育園なんだよね。でも、一般男性がいるんでしょ、ここに。普通にいるの、俺が。何で？あ。よくないよね。よくないです。はい。よくないです。よくないです。エビ戻ってきても広告流れてるんかい。選び直す。エヴァーテルにデートっていう選択肢ないやろ。足？なんで足？おい、指でいい感じに隠すな、お前。こんなに逃げるないやろ。プルンプルンすんな。ベッドでは何を着てほしい？ベッド？そんなゲームじゃないの。正気かて。おい、これ元、こんな顔じゃなかったやろ。
いや、いつまで1億円ギフトしてんの？絶対嘘じゃん。てかもうインストールしてるって。あ、してなかったわ。ちょっと待って、これ、生膝？なんじゃ生膝って。生膝で甘えん坊さんですね。あー、来たぞ。行かれる時間が来たぞ。これで眠れますか？ねえ、天井天下って。上着？下着か。逆か。もう下着の方だな、これな。そうだよな。あ、だよね。うん、これ広告ですね。結構見せたんで。いや、見えたわ、今一瞬。逃げー！ティアちゃん。センシティブ部分を。なんか適当に隠すのやめ。ねえ、ニケ。ニケめちゃめちゃ、いやもう、クソ脱いでるやん。わがままですよ。まだ、これの続きあんの？え、これもう、これよね。ん？ちょっと待って。んち？ああ、はい。もうこれ、え？ああ、はい。ようこそ、お越しやす。あ、なんか、あれ、おかみさん？美しい人ですね。え？美人ですね、じゃない？美人ですね。うん、オッケー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 。いいね。これはわかりやすい。どうした？あら、嬉しいおすな。常日頃ムラムラしてるんか。なあ、急に腹けさせて。何が見通すか。なんで美人ですねからの、私の体みたいですかに繋がる。涙袋。父十浮島。父十浮島。なんじゃそれ。授乳。あはははは。クソきめえ、どれ乳袋。ちょっと待って、今作さ、なんか答えいかれてね。おお、またニケよ。影の力でもよろしく、桜だ。喜んでお貸ししましょう。さっきの広告と全然違うパターン来たな。素直なお方どすな。うん、はだけさせますね。お気に召しますやろか。もうお気に召せやろ、こんな輝く白い銀座に。なんか腹立つな、今回、今作。え、むずくない？白い山に行く。ちょ、待って、何これ今作ちょっと難しくね？ちょ、ヒント見ちゃおう、もう。ヒント見ます。白銀に輝く、ちょっと、わかるわけないやん。急にどうしたんだよ、おい。お気に召しますやろかの返答じゃないやん、こんなん。ちょっと待って。今作どうした？あ、大きにしちゃったな。わ、いいな、この、さらし。おもてなししましょうか。うん、もう、ここ、そういう店やん。雑魚寝と、そういう家。ちっちゃい家使うんか。ねえ。どれ？そういう、ね。ね、わかんねえ。そういうね。気持ち悪くない？ねえ。俺弾いてるよ。この俺が弾いてるよ、今。添い寝、やばくない？ああ、うわ。夜は長いどすえ。ねえ、ここどういう店なの？店、旅館じゃないの？てか、ステージ数見たら色々分かりそうだからちょっと見るのやめとこう。がっぱり取れだよ、アワビだな。ん？大量か、大量。はい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 。これ広告パターンか？2パターンしかなくね、今回。エヴァーテルと2件しかないんだけど。ね、俺が動画で唯一課金したアプリ両方広告くんだけど、やれっつってんのか、また課金。エヴァーテルまた課金しろっつってんのか。お前の動画上げると毎回年齢制限されるんだわ。やれねえんだわ。ちょっとこれ、早く終わって。投げんだわ、これ。ここ押すとあのなんかインストール画面に行くし。見たわ、もう。いいて。あ、かわいい。けっぱたがらね。何弁？何見てらの青森とかかな、わかんねえけど。顔、胸、また、足、顔か？オッケー、いいね。まずは顔から攻めるからな、大体は。JJ、JJ、あれか、なんか、アマちゃんみたいなやつね。てか、アマちゃんだよね、これ。アマさんなんだよね。いや、髪型とかもなんか、普通に可愛いな。めんこぐねやよ。いや、めんこやろ。めちゃめちゃめんこ、スタイルも抜群やんけ。胸か？ここに来て胸か？なんでこれ当たるんだよ。なんで順番わかんない。どうした？どうしちゃった？もう、わがねえよ。自分若やろ。若いのに喜びながら服脱ぐな。お正数。なんだお正数って。これは、足はもう見えてるか。ちょっと待ってよ。腰は当たるな。当たっちゃうな。ちょっと待った。
なんだこれ、立ちかまた死んだ作物が出たドットユージャー。これちょっと気になるんだよな。これもこんな内容じゃないの？これさ、よくあのツイッターでXでさ、なんかあの広告詐欺ではありませんみたいなさ、わざわざ言ってるやつがあるんだよね、広告で。それすら広告詐欺説ない？え、こんな感じなの？なんで赤ちゃん持ってんの？ね、おお、なんか急に盛んになったな。ドット勇者リリースキャンペーン開催中。無料1026連。なんかさ、こういう1000連超えてるガチャめちゃめちゃあるじゃん。たまになんか広告とかで絶対嘘だよね。嘘ってか絶対当たんないじゃん。おいおいおい。昔はゴーだったのよ。これあれじゃね？パトリシアじゃねえ、なんだっけ、あのほらエジプトのあれあれよ、あのなんだっけ、あの、ね、名前忘れた、名前忘れたけどあれじゃん、あれほらねえ、あのあれよ、エジプト、もうエジプトでいいわお前。わらわに妖怪えにゃーか何これねえ、もうこれ成立してる、るんういえ死ねえ、もうこれ使うしかねえよな、わかんねえって。あ、にゃる、にゃるらとホテル、こいつ関係ある、にゃる、なんでにゃるなの、わかんないって、わかんないって、妖怪でにゃるって返答で合ってんの、なんで、あー、人間は久しぶりじゃの、あ、ちげえわ、これ、エジプト、これ、あ、うん、アラジン、いや、違う、わかんねえ、なんだこいつ、こいつ何ね、みんな、こいつ何、俺わかんねえんだけど、何が望みじゃ、てか、やっと、あれじゃね、こういうなんか化け物系って言えばいいのかな、なんか妖怪系、さっきも出てたっけ、ちょっと記憶ねえんだけど、胸しか見てねえから、胸にゃえ、にゃにゃむ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 、絶対にゃむだこれは、は胸か胸なんか、いやわかんねえって、俺の返答も気持ち悪いじゃんね、にゃーか、いやもうわかんねえから、いやもういだるねえ、わかるわけないじゃん、ムーネってなんなん、今わざわざさ30秒無駄に動画見てきてさ、ヒントまた増やしてきたんだけど、ムーネってなんなん、こんなん無理でしょ、え、何こいつの正体知ってたらわかんの、脱いだお前、人の差がよのなんで伝わんの、これで良いか、うーん、まあまあいいんじゃない、もっとあっち逆かこうか死ねえ、ぶん殴るぞ主人公これで満足かい、体勢変わっただけじゃねえか、わらわを欲するかい、これ交わったらもう終わりなんじゃねえの、どんなやつかわかんねえけど欲すちょっと待って、これちっちゃい方かちょっと過去一行かれてね今作、おお、もう戻れぬぞ、何者かよくは、なんだこれなんだこれこれ、ああいうやつ、なんか中に入るなんか風船みたいなやつ、ムーアイアイの歌ってなんだよ、え、何これ、もうさっきのケース考えればあーいいぐらいあるんじゃない、ないか、さすがにないか、何これ外してリーサ、何これ、ネジで、うん、でクリアで、うん、でこの爆弾解除か、爆弾解除してんのかな、こんなコード伸びる、すごい自由自在聞くな、でつける、これ逆に爆弾起動すんじゃねえのね、爆弾起動するやろ、ああ、うん、爆弾じゃないんかい、爆弾、もうアンドロイドを直してるのね、うん、でそうなってこれ外して、いや長い長い、いや今回ヒント俺めっちゃ見てるなねえいやいやって何俺が分かってないだけなのこれ、ねえ、なんなんこいつ、あ、人間さん、いや誰お前、わかんねえんだけど、気になる、何が、玉違うのね、あのもう玉しかねえじゃん、玉ってこれか、違う、もう当てずっぽやん、普通に当てずっぽでやってる、これね、これだよね、あ、だよね、これだよね、さすがにそうだよね、うん、一瞬見えた、またこれかい、急に全部抜いたそう、たまなんで抜いた、なんで脱いだ、言ってないよな、脱げって、え、何これからどうなんの、もう終わったやんね、手を触る、
あー違うよね、さすがにね、さすがによくないよね。え、どれ、せ、ん、接触な、な、もうなんやねん、もう腹立つな。どれ、手、手を、触手、触手、え、触手、何これ、なんなんこいつ、聞こえない、いい、いわ、あ、これいや、いやかな、いや、いや、これあれか、あ、なんかこれクトゥルフみたいなやつか、いやいやは聞いたことあるかもしんない、やっぱそうだよね。オッケー、どうちょっと、もういいってこの広告。ワンインオール、わからん、え、なんじゃこりゃ、え、ん、いや、どう答えんの、な、な、中に出すって、外と中に出すって、両方外出、出す、出す、いやでもわかんねえって、なんじゃこれ、ん、と、とす、すと、外に、外に、何これ、外出か、外出、なんじゃ、なんじゃこれ、なんじゃ、ヒント見るわ、もうヒント見ます、外すね、はい、これはまあわかるな、確かに外せんの、檻の奥にいんのに、お前外か中にのどっち、ね、なんだこれ、何の広告や、ミスウォーズ&パズルズ、おい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 、広告全部いかれてんな、あれまた同じパターンじゃねえのこれ、髪先タコみたいだけど、ふん、ングルイなんて、ムグルーナフ、日本語じゃねえんだなこれ、で、出る、出る、何これ、何やこれ、2文字、うる、うる、うる、ルーか、ルー、ルーだな、もうそのパターン、ルー、じゃあこれなあ、あ、また俺ヒント見んの、で、出る、て、る、るて、で、る、うん、で、ヒント見よう、もうダメだわ、腕ね、腕ね、ね、分かるっちゃ分かる、分かんねえわ、分かんねえよ、分かる、なんだ今の、もういいってね、ミスミスミス、いいって、もう会話が成立してんのかも分かんねえし、なんでよく分かんないタイミングで脱ぐのかも分かんない、クトゥール、あー、これクトゥール、これあれか、あのタコみたいなやつ、え、ルル、言えるか、うーん、マジで分からん、マジで分からん、言えるかなる、ルル、ルル、ルルイエ、ルルイエ、うわー、なんか、なんで、なんで脱ぐん、ルルイエ、これどこの国の言葉で脱げっつってんのこれ、ね、う、ガフ、ナ、グル、ん、ん、外、ん、が、ん、ちゃ、待って、ん、これなんか、ながらしか違うよな、出す、出すぞ、出す、出すぞ、合ってんのかい、合ってるんかい、このノリで言ったら案外いけるな、フター軍、はい、ありがとうございました。全然わかんねえわ全然わかんない、もうクトゥルフに疎いからぞ俺、もっと勉強しなきゃ、急に人間、急にすげえ簡単に感じる、胸、いやわかんねえな、胸、足見てたい足、胸、胸、胸、ん、足、足見て、足、足見たい、足見たい、胸か、やっぱ胸の方か、胸見たい、これか、これで脱いでくれる女がいるのがすげえよな、マジで。なんで？あ、あ、あ、これはやったことあるやつだな。なんで英語なの？なんで英語なのこれ？海外向け？海外向け広告なのこれ？ねえ、これあれでしょ？二択で攻略分ける美少女でしょ？ねえ。それなんかクオリティ高えな、この広告。ただ全部英語なんだよな。うん、これ日本人向けにやる広告じゃないやろ。なんで急にキスすんね。ねえ、で急に同棲すんな。今思えばこのゲーム割と意味わかんねえな。いや、こんな先生いないって！ねえ、胸見たいでしょうがない、コネで胸出すよ、もう普通に職務が終わってる、この人の、こういう人やん、もうねえ、若い子に自分の体見せたい先生やん、ただの、これでやる気が出たら、まあ、出るだろうな、別のね、もう勉強のやる気は多分一切出ないと思うけど、もう気持ちやりなわい、もっともっともっとってなんな、これでまあもっとだよね、まあこれ合ってるよな、でもう贅沢はだよ、このさ、このタイミングで他の先生来た時はあなた普通にクビですよ、ねえ、もう十分でしょ、ちょっと期待してるやん、この人も、生ガキの生ガキのってなってなんじゃそれ、生足か、んだよね、オッケーオッケーオッケー、いいよいいよ、変わった子ね、変わってはないんじゃねえかな、みんなが多分求めると思うけど、どんどん欲出ちゃって、こんなの私も初めてよ、初めてじゃなかったら引くわ、ねえ、私これで3度目よとかだったらもうこれ何人にやってんねん、 なるよ、好きですわってよ、無理やりだな、好きですよか、普通に好きですよ、え、違う、
え、動画見てきます。はい、わかりませんね。あー、2件来た。このミニゲーム、このミニゲームを広告にしてんのか、本編じゃなくこの今やってる1周年の限定のミニゲームをここに出したよね。もうこれめちゃめちゃ面白いからね。わかるよ、このゲームはめちゃめちゃ面白い。もう2件最高。うんうんうん、あ、素敵ですか。これはわかったな。なんかね、もうあのクツルフのやつぐちゃぐちゃなってんな。ちょっとなんだ今のは。ヒーローボーズ出た、これ。あのなんかよくわかんないタイミングで攻撃したり知らなかったりするやつさんでしょ。でまず左左行くんでしょ。知ってる知ってる。左行ってからもう一回左行ってこうなるんでしょ。でその次こっち取って20なのか20なって、うん、うん、おい一気に行けんのか。で39で、それそれここまで順調だ。え、まあ勝てるんだよね。まあ勝てるんだよね。今一瞬びっくりしたけど、そんなパターンのってなんで。なんかこの構図他のやつも見たことあるな。続きは試験の後でね。あ、これはやる気みなぎるわ。お、なんだこの子。お嬢様、ご令嬢、庶民が何の用かしらなんかおもろいな。腹白い、腹白い、肌黒ね。何言ってんのお前。肌白いね。はい、これだな。オッケーね。なんでなんで、え、こんな簡単に脱ぐん。肌白いねで脱ぐん。なんで、分かっているわね。ね、分かっている、ま、いるわねっつって、プツプツプツつってボヨン。おかしいやろ。何がお望みでして。いや、お前が望んでるんじゃねえの。ね、準備万端にして顔見せじゃないな。胸見せてか。普通に合ってるね。なんかだん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 このゲーム本当過激になってきたな。恥ずかしいですわ。うん、恥ずかしいだろうね。恥ずかしいですわっていう恥じらいがあるんだったら、なんで一番最初にもう肌けさしたの。こちらも白くてよ。いや、どこ、足か。違うの。え、腰あった、腰。ま、え、あ、こっち。いや、意味がわかんない。もうどっちも同じやん。同じ。何度目なん。ねえ、何度目のやつなんこれ。もう何度も見て飽きたって。いや、可愛いな。普通に可愛いな。ふふ、自慢ですのよ。だったら最初に足見せろよ。何が、まだ何かお望み。これだろうな。まあ、これ以外ねえよな。おー、これ綺麗です。ありがとうございます。本当になんか目の保養ですわ、このゲーム。本当にね、モザイクかけててね、見てる皆さん、いや、なんでモザイクかけんだよって言われてるかも、思ってるかも、許されすぎてます。本当にごめんなさいね。あー、なんかこの子いちご 100% の東條綾みたいで、三つ編みで、で眼鏡と髪下ろした瞬間めちゃめちゃ可愛くなるみたいなさ。恋って分からなくて、いや、今から分かるよ。多分すぐ脱ぐんでしょ。脱いでってね、恋って分からなくてって相談みたいな感じで言われて、じゃあ脱いでなんで脱ぐんだ。脱ぐんですか。脱ぐんだね。脱がなきゃいいやん。次はどうしたら。もうよほどのイケメンなんか主人公が。次はどうしたら。んー、まあこっちなんじゃねえかな。あ、合ってるね。うん、なんでこのドキドキが恋。いや、それ、いや、恋ではないと思うけどね。ね、いや、でもなんかすげえいいな。まだ先が。うーん、これ足だな。なんかだんだん分かってきたぞ。出た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 。このギリギリで最初はいい感じにアイテム揃えてくのに、だんだんぐちゃぐちゃになってきて、なんか全然倒せなくなって、すぐ終わりで、これ諦めるんやろ。諦めるだよね。で、諦めるんだよね。分かってる分かってる。で、これも諦めるんやろ。で、あのデカブツに最後あのぶん殴られて死ぬやつやろ。知ってるわ。もう同じパターン何回見たと思って。一回これ右行くから、右右で、あの右でこれだよ、だよね、だよね、そうだと思ったわ。で、ギリギリ間に合わないんだよね。もう毎回同じ。なんかなんだかんだこういうシチュエーションが一番いいな。こんなの本にないよ。あるわけねえだろ。いや、あるな、逆にあるわ。なんだか胸が熱いです。いかが、いかがわしいよ何言ってんのお前。これはかわいいよだよね。オッケーオッケーオッケー。これはよくわかったわ。オッケー。なんだこれ。で、ちょっとちょっと知っちゃったかも。恋、これはごめんなさい。あれですわ。はい、もうしちゃってるんで。はい、やめましょう。あ、この子、あれか、リトライのところにする子か。ちゃんと切れるかな。あー、美容師さんかな。切ればためせば、うん、そういう店やんね。ちゃんと切れるかな。なんで、そ、あ、なんで。いや、でも究極的なアホなんかな。こうかな。違うよね。どういう店なんこれ。そういうシチューの店。両方か、両方、あ、片方か。もう片か、あ、こっち、あ、てか片方や。あ、じゃ、何、ぐちゃぐちゃ、おい、普通に両方か、こっちね。今俺漢字間違えたんだな。オッケー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 なんでですよねって。何この世界。
アホしかいねえじゃん。あれなんでこんな髪切れ頼むから。シャー福本なんだこれ。シャツかシャツもか、シャツも。なんでこの要望に応えるの。もう何なんだこいつ。ここまで来たらお前これ毎日こんなことしてんの。えい、すべて、あ、じゃあこれ全部だな、全部。バカなの。これで練習受けって何。もうバカだよね、バカだよね。今シーズンの新作よ。あ、ファッションデザイナーかな。うん、いいね、こういう人も。脱いでみて、あ、うん、着てみてか、着てみて。うん、いいね、いいね、いいね。おいおいおい、もう本当にこの、本当もう別の広告流しても、もう本当にこればっかり。試着室とかないの、本当に目の前で脱ぐの。え、ここで自分で着るなんて、早く、うん、せかすなよ。なんで、分かってるわよ、恋人なの。恋人じゃなきゃここで脱がなくない、あんまり見ないでよ。じゃあここで脱ぐなよ。ねえ、レイザーバキドゥってなんだよ。え、ちょっと分かんないかも、何これ。あ、綺麗か、ちょ、綺麗がね、見つけられん。オッケー、綺麗って服関係ないよね。おお、ありがとう、いいじゃん。え、それって私が、服が、どっちもかな、どっちも、うん、これでもう、いたすん。あ、次回作もお楽しみに。はい。あ、パン屋さんだ、かわいい。日本は暑いですね。あ、外国人なんだ。脱げば出た、これはもうわかるわ、すぐに。ちょ、なんかちょっと特殊な、何これ、前代未聞のやり方で。じゃあやめろ、会にしか浴場しない超絶ド変だよ。そんな霊媒師の家に女子として移送することになった私が見た霊媒方法は。あ、この漫画俺持ってる、まだ買って読んでねえけど俺持ってるわ。これコミックシーンまで俺買ってたわ。なんかランキングにあった、何の話。わ、すごい、なんか本当になんかアメリカっぽい下着だね。ナイスアイデア。ナイスじゃねえやろ、別にここお店やぞ。何見てますか。いや、おっぱいやろ、うん、おっぱいパイって気持ち悪いなお前。なんで。あー、もうそのパターンや、このパターンや。え、違うの。ええんんいんえパイん、待って、どれ。いや、これあれか、この同じイでも違うイじゃないといかないみたいな。何これ、ちょっと待って、またこれ、それまたこれ、それ死ねえよ、死ねえよ、わかんねえって。なんじゃこれ、おっぱいでもパイパイでもなく、おパイってなんなの。お、やれやれやれ、いけいけいけ、よし、いいぞいいぞいいぞ、うんうん、どっちが俺だっけ、こっちだよね、よしよし、かっこいいかっこいいかっこいい。で、そうそうそう、こうやって、そう、勝ったんじゃない、これ勝ったんじゃない、勝った、勝った、やったーやったやった、でかー。いや、かわいいなこの子、もっと熱くなっちゃう。は、あ、そうだ、うーん、かけてあん、おいおい、クールアイデア、アホだなこいつも。どうですか、おそ、ん、石臼のおそ、違うな、ん、なんだこれ、もう、ん、薄、おそ、は、もうヒントだ、もう、美味しそうかい。え、これお前舐めとる気、お前クソキモいじゃん、ね、おお、召し上がれ。はい、ありがとうございました。何をお求めですか。え、なんかすげえな今作、なんかもう呪文ぐらいやったらまた過去作と同じやつ出てくるのかなと思ったら全然出てこない。何をお求めですか。うん、君の花は。もう本当に何なんだこれ、君わかるか、おいマジで、なんだ今度、何これ。あー、ちょっとこういうの面白そうなんだよな、ちゃんと橋作ってみたいな感じでしょ。これでもだいぶ不安、頑張れ頑張れ。あー、そうそう、これいいんじゃない、これいいんじゃない、これめっちゃいいじゃん、これ崩れて、もうこの時点で不安定だもんな。
そう、頑張れ。いや、それダメだろ。それダメでしょ。絶対良くないって。ちょっとおもろそう。あー綺麗。なんかコープスパーティーのアニメみたいだね。初めて言われました。お酒みたいなの好きなんだよな。どこ見てるんです。うーん、胸。はい、はい、いいよいいよ。急にひらがなの胸だな。もう正直なお客さん。あ、もう準備してる。脱いでる、準備してる。かわいいな。見たいです。見たい。うん、いや出た、これ、このどれどれか分かんなくなるやつ。見、え、見てーか、見てー、死ね、マジ。おー、何柄でしょう。花柄だろうな、だいたい嘘つくわ。お花は好きですか。うーん、大好きかな。うん、超好きの方か。うん、そうだよね。いやこれもう超好きとかじゃないかも。好きか。やっぱりか。おー、つまんでくれますか。つまむ、つまむ。あ、インフルエンサー。ハートありがとう。もうかわいいね。大好きか。大好き。大好き。トゥルルリン、トゥルルリン、トゥルルリン。オッケー、まあ大好きだよね。うわー、この子サービス精神すご。うん、知ってる。脱いじゃうかも。どういう配信？バンされねえの？いや、何これ。ハートか？あ、違うの。どれ？どれ？これか？ちょっと待って、あん、普通にびっくりマークか。どれやねん。はてなな。は？これ？あ、スパチャ送ってるってこと？あ、やっぱそういうことか。おー。ななさん、ありがとう。そういうことね。外しちゃった。こんなん人気出るわ。男にだけ。顔、ん？下もか。だろうね。怒られるよね。ん？私の男が好き。あ、これ別パターンのやつやん。これ前やったやつやん。うんうん、まだかな？うんうん、まだかな。うんうん、いいよいいよ。うん、失敗。うん、は？キモ。めっちゃ血ついてる。あれ、こんな血ついてなかったよね。で、クーラー、うん、なんで必ず失敗するの。うん、これ一番最初にやったやつよね。うん、なんで失敗ばっか。これバンやろ。どうしよっかな。こっから先は何でもいいじゃねえかも、うん、特別だからね。うん、うん、いいね。お、まだ続く。現場からお伝えします。もう暴風やん。ん、た、竹、竹、何これ。ちょっと待って、これもヒントで、ヒントの出番だな。大丈夫。なんで、うん、俺どの立場の人間なのマジでね。現場からお伝えしますで、ね、大丈夫ってなんだ。あー、このパターンね。いいよね。こちら現在、あ風が大変強いです。続編なんだこれ。テキリリ続編は？リリ、え？あ、続けてか、続けて。はい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 。おー、うー、頑張ります。こちら雨風が、うー、なんこれ。ゼニゲバーヌ、ヌゲバ、事故やろ。なんて。おい、放送事故にモードがあるって。おい、お茶の間凍りまくるわ。見た？一瞬見えたけど。もう誰なん、プロデューサーなん俺。よくない。これもお仕事。もう AV のお仕事やろ、こんな。引き続きお送りします。ん？あ、ファイトか？あ、ちゃちゃちゃ、ファイト。急に突き放すな。え？ただいま戻りました。服どこ行った？服どこやった？あ、声優？何が足りないのかな？なんかゴスロリファッションみたいな。愛、愛、愛か。な、どれ？どれ、どれ、どれ？心。ああ、いいね。オッケー、いいよ。キャラの気持ちに。うん、そうね。キャラになりきるの。テックメイト。ん？なんでお前脱いだの？なんで脱いだの？キャラになりきる、あ、そういうキャラを演じなきゃいけないってことなの？とって、どれ？どれ？もうそのパターンじゃないの？あ、めくってだ。必勝。仕事せ、ああ、 こうすれば分かってきたかも。黙れかす。おい、まだまだだな。黙れかすってなんやねん。えい、こうですか。
でも本当俺この世界に行きたい、マジで。どんなことでも言うこと聞いてくれるやん。ねえ、周りの人たちどう思ってんの？恥ずかしい。でも、それだ。なんで？なんで？あなたが好きですか？脱ぐ意味、脱ぐ意味の、あーなんだ？あなた誰？どれ？これはヒントの出番だな。ちょっとわかんない、このクトゥルフ系になると。クトゥルフかもわかんないけど、マブダチかい。マブダチって今言わないやろあんまり。オッケーオッケーオッケー。クラシックなジグソーパズル。はい。Wi-Fi は必要ありません。絶対必要やろ。無料で楽しい。ね。迷惑な広告はなし。絶対あるやん。あらゆるデバイスでプレイ可能。うんうん、黙れ。メデューサなんかな？友達、怖くない。三文字？何が？そうなの。何これ？うろこどう？明太子な？うろこどう？めんこいはあの鉛ですね。はい、よくないですね。よくなくはないけど、何言ってんだ。わかんない。わかりやすいのかなこれ。なめたいの、うろこ。あ、そうなんだ。お前とは相入れないわ。あなた好き、私好き、しかおい、もうダメだよ俺今回。一番わかんねえよ。ススルー、違えよ。え、どれ？シコル、違う。え、ちょ、この動画見てくるか。またもうこれ3度目だよ。あ、これか。おもんねんだよこの広告。すこすこ。いや、マジでわかんないって。こんなんわかんねえよ。いやいや、食われるやん。別の意味で食われる。エッチな方じゃなくて。はこれ、ロビンフッドじゃねえ。なんかあれだよね。あ、ピーターパンみたいなやつか。僕のどこが好き？肌。違うんだ。どれ？翼か。翼あんの？あれか。なんか、ハーピー、ピーパーみたいなやつ。パーピーみたいな。ね、バービーみたいな。わかんない。嬉しいな。いいでしょ？この翼。かっこいい。はい。オッケーオッケーオッケー。これは簡単だね。で、もういいってこのパンツ一丁やろ。さあ飛んじゃうぞ。飛びな。あれ、なんで？ん？胸、足、手、ん？服、重いんじゃない？服で。あ、やっぱそうだね。うん、おお、そっか、重いのか。あんま変わんないと思うけどね。これでどうだ。ナインデカコーラ。ん？行かないで。オッケー。いいよ。ああ僕と一緒に来る？いいです。なんか毛率高いです。ララララ歌姫。でもなんか人魚姫かなこれ。声美しい。は？声いいか普通に。声いい。どれやね。普通にいいねか。いいね。いや、どれやね。どれやね。ヒント見るか。またいい声かい。声いいもいい声も同じやろ。ねえ、何がどう違うね。あー、翔太郎したぞ。まあ嬉しい。うん。貝殻ね。こういうのお好き？大好き。かわいい。かわいいか普通に。うん、これは、簡単だね。おー、ふふ、ありがとう。痛くないの？なんか刺さりそうじゃん。なんか、どこから来たでしょう。海中。いや、深海。いいよ。順調だね。うん、やっぱ人魚ちゃんだ。出たこれ。な、もう一発目で殺されてますやん。普通に人間の足になれるのね。ふふ、当たり。うん。これが本当の私。じゃあ、偽物の私でいて。ソーシウレイナ。そうして、そう、違うな。うる、ん？はい、ヒントの出番です。嬉しそう。うん、もうこれ会話になってる？嬉しそう。うん、はい。うん、これどうなるんですか。うん、行きましょう。ギリギリ見え。ああ、終わった。出た、隙間女。かわいくて
可愛くて、この子もねめっちゃ可愛い。そうですか、そうです、抜け出せないんです。引っ張る、引っ張って、引っ張って、引っ張って、ダメか、で寂しいです、でそばにいる、で、あのもう話しませんよって、ちょっと胸鼻毛さしてんだよね。ほら出て、くる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 、くるよくるよくるよ、ふふだ、ちょろちょろいよ、でこっちに来ませんか、で行く行くよ、が来てもはいもう逃がしません、終わり。